松下一郎は、兵庫県神戸市東灘区出身の元プロ野球選手。右投右打ち。プロでは、育成選手であった。兵庫県神戸市東灘区で出生した直後に、父の仕事の都合で、ロンドンに移住、6歳まで過ごす。帰国後の神戸市立御影小学校3年時に野球を始めた。神戸市立六甲アイランド高等学校への進学後は硬式野球部の主将を務める。3年夏の県大会では3回戦敗退。強豪、報徳学園と対戦2点リードで9回を迎えたが惜しくもサヨナラ負け。文武両道でやりたいとスポーツ推薦の誘いを断り、一般入試で関西外国語大学短期大学部に進学。阪神学生野球リーグに1年秋から出場。その後、関西外大外国語学部英米語学科に3年時、編入学。3年春から正捕手になり、主将になった4年春には打率341をマーク。初の打撃10決入りを果たし、秋は主に5番を任された。リーグ通算打率243、44安打、1本塁打。同期の西原慶大とバッテリーを組んだ。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議で、横浜ベイスターズの育成1位指名を受け、11月6日に、支度金200万円、年俸300万円で契約した。2013年10月3日に、球団より、戦力外通告を受けた。通告後は、10月31日の自由契約公示を、経て、2014年から同球団のブルペン捕手に転身した。2016年まで勤め同年オフに退団。2017年1月から外資系 IT 企業に勤める。ありがとうございます。